皇太子ご夫妻の新しい公務の在り方について天皇皇后両陛下が歴代の宮内庁長官3人に対して力になってやるようにと要請されていたことが明らかになりました。これは宮内庁の岩佐俊夫長官が昨日の定例会見で明らかにしたもので、皇太子様が新しい公務の検討を希望されていることについて両陛下は今月13日岩佐長官と過去2代の長官に対して力になってやるようにと要請されたということです。で、雅子さまの人格を否定する動きがあったとの皇太子さまの発言について岩佐長官は真意を伺いたいとして面会を申し入れていますが、具体的な日時についての連絡はまだないということです。で、雅子さまの体調について岩佐長官は回復の兆候、兆しが出てきたとはまだ聞いていないと述べ、ご静養に入って半年経つことから医療体制の見直しも必要との見解を示しています。さて、お伝えしましたようにイラクの首都バグダッド近郊で日本人2人の乗った車が襲撃されたとの情報があります。外務省などが現在確認を急いでいるところです。このニュース続けます。イラクの首都バグダッド近郊で日本人2人の乗った車が襲撃されたとの情報があり、外務省などが確認を急いでいます。政府筋によりますと襲撃された2人はテレビ関係者で、未確認情報ですが1人死亡、1人重傷だということです。バグダッドの日本大使館から外務省の邦人保護課に入った情報によりますと、現地時間の27日バグダッド近郊で日本人2人の乗った車が何者かに襲撃されたということです。現在外務省は大使館を通じて事実関係を確認中です。で、2人はバグダッドからイラク南部のサマワ方面に向かっていたという情報もあります。また2人はテレビ関係者だと見られるということですが、2人の名前や襲撃の詳しい状況などは分かっていません。政府筋によりますと襲撃された2人はテレビ関係者で、未確認情報ですが1人死亡、1人重傷だということです。このニュース、新しい情報が入り次第この後もお伝えしてまいります。楽しい。 Are you ready? 準備の仕上げはエステティック TBC。 食べるより贅沢、ピュアプレミアム自信作トロピカーナ。血糖値ね。課長、いつまでも颯爽としていてくださいね。颯爽か。血糖値が気になり始めた方に特定保険用食品颯爽。さあ、6時39分旬です。列島ですが、はい、綺麗な海が広がってますよ。そうです。今日のテーマは海の貴婦人ということですよ、はい、熊本から読んでみましょうか。常松さん。海の上にゆったりと浮かぶこちらの船、人はですね、この船のことを白いドレスの海の貴婦人というふうに呼んでいます。この船の正式名称は打たせ船というんです。実はこの船、れっきとした漁船なんです。おはようございます。今日は熊本県秋田町貴婦人がまあ、はい、打たせ船の上からお届けしています。それにしてもご覧ください、うん、この穂と青い海とのコントラストがとっても綺麗ですよね。見事に跳ね上がってますもんね。うわー綺麗だ。
こちらの打たせ船は芦北町の底引き網漁に使われているんです。現在もですね30隻ほどが漁に出ているということなんですよ。底引き網といいますと普通はですね進行方向に網を引いていくんですけれども、こちらの打たせ船は帆に受ける風を利用するということで横移動をして漁をしていくものなんですよね。今そのね漁の最盛期ということでご覧ください。こんなものがちょっと取れるんですよ。何取れた？エビ、そしてシャコなどが入っています。こちらの特産になりますよね。でもこの打たせ船漁にだけ使われているんではないんですよ。こんなことに人気なんです。観光打たせ船として大人気なんですよ。実は昨日もですね兵庫県の中学生250人ほどがですねこちら打たせ船に乗りまして 漁業を体験いたしました。21隻が一斉に出港していったんですけれども、とっても綺麗ですよね。今日もですね、もっと沖の方に打たせ船が何隻か出て漁をしています。それにしてもですよ、このお天気いい中で大海原にねもうこうやって身を任せているだけで仕事忘れちゃってですね、本当に幸せな気分になるんですよね。ああ生きててよかったっていうふうに思います。いやよくわかりますよその気持ちよさはね。はい、もう大自然大好きですねこの船ね、海の上。またツメバチさんよく似合うわこれですね、ちゃんとあの作っていただきました。そうですか、奥様に漁師の、はい、まさに貴婦人ですよ。そうですね、本当にポカリ浮かび上がってますね。綺麗な映像ですよねこれはね。海のようです。全体が青という感じですね。さあこんな綺麗な海を見た後は綺麗な青い空を見たいですよね。ちかちゃんどうですか？はい、今日も日中は晴れるところ多そうですよ。こちらのデリフィニウムもとっても青で綺麗ですよ。今日はこのデリフィニウムに囲まれてお天気をお伝えします。予報から見ていきましょう。晴れているところも次第に雲が広がります。日中は持ちますが夜には日本海側で雨が降り出しそうです。そして気温は東日本、西日本で25度から28度、昨日以上に蒸し暑くなってきます。北日本では昨日より下がって過ごしやすくなりますよ。そして週間予報です。西日本では梅雨入り間近です。明日からは雨や曇りマークばかりです。特に明日は雷や強い雨にご注意ください。東日本と北日本です。明日は広い範囲で雨となりそうです。日曜日も北海道を除いて雨のところが多そうです。東日本も今日の晴れ間は貴重です。続いて関東のお天気です。今日のワンポイントはこちら、貴重な晴れ間ということで梅雨入りも間近です。明日以降は天気ぐずつきますから今日は洗濯や布団干しのチャンスです。予報から見ていきましょう。晴れマーク曇りマーク、北部の山沿いや房総半島のにわか雨は朝のうちです。南部は朝から晴れるところが多く、北部もお昼頃には晴れ間が出てきます。そして気温は24度から27度、昨日より湿度が高くて蒸し暑く感じそうです。日差しが強いので帽子や日傘など紫外線対策をしてくださいね。でもこの日差しは今日でおしまいです。明日以降は曇りマーク傘マーク、土曜日曜は北部を中心に所々で雨も降りそうです。以上お天気でした。安い世界一への挑戦、家電の小島、その場で値引き現金還元祭り。毎日乗車小島特価、他店より1円でも高い場合はお知らせください。大幅ポイント還元店、インターネット通販にも徹底対抗。この夏休まず夜9時まで営業。小島だけの重大特典、快適な夏を。エアコン重大特典、新製品勢ぞろい。パソコン重大特典、大人気 DVD レコーダー重大特典。小島特価に重大特典、断然お得。詳しくは店頭またはホームページ。全然起きない2人とも。眠いんじゃないの、起こし方。昨日遅くまで飲んでたみたいだから。でもよかった、お父さんもアナブさんと気が合うみたいで。夫婦ってね、最初にビシッといくと私とお父さんみたいな力関係になれるのよ。覚えておきます。早く起こしてきて。はいはいはい、はい、ビシッとよ。はい、ビシッ。お父さん、アナブさん。我が家の味、本だし。明日のもと、味のもと。ご覧のスポンサーがお送りしました。ここからはご覧のスポンサーがお送りします。風に消えてゆく、シミも匂いも、シミも匂いもこんなにすっきり。白さとハーブのブルーダイヤ、日吉のスタンドもプレゼント。ライオンから。黒木さん、服につく匂い
大丈夫？いやん、だから初めての防臭デオドラント柔軟剤デイフレッシュソフラン、嫌な匂いを一日中防ぐデイフレッシュソフラン、ずっと気持ちいいよ。体温から。この後も情報満載目覚ましテレビ、話題の新ショップが続々オープン、あんちゃんのとっておき進化し続ける南青山を一挙ご紹介。早く夏にならないかワン。今日のワンコスペシャルは誰よりも夏を愛するワンコが登場。ご主人と一緒に向かったその先とは、人気ロックバンドグレイの新たな挑戦、前人未到 CD8 枚を本日同時発売。その中身に超好奇心。それではゲーマガスペシャルご覧いただきましょう。今日の芸能はこういった項目目次になってますが、ゲーマガスペシャルはとっておきです。座頭市ニューヨークに参上ということで、これ目覚ましテレビ独占取材であります。先日行われたカンヌ国際映画祭で柳楽優弥君が最優秀男優賞を獲得するなど、ここに来て一段と注目を浴びている日本映画。そんな中、去年ベネチア国際映画祭で銀獅子賞に輝いた北野武監督の座頭市がアメリカで公開されることが決定。今日はこれからこのニューヨークで試写会ということなんですが、ちょっと反応というのは楽しみなところありますね。そうですね、でも絶対に喜んでもらえると思います、はい。全米公開を前にニューヨークで行われた試写会には映画に出演した浅野忠信さんが出席。そこでニューヨークの福原アナが浅野さんに独占密着取材を敢行しました。このアメリカで座頭市が公開ということになるんですが、その知らせを聞いた時というのはどんな印象？いや、嬉しかったですね、やっぱり。もうそれ以外でもいろんなヨーロッパの国に行っていろんな人がやっぱり座頭市面白いっていう風に言ってくれてたんで、それをやっぱアメリカの人も同じように楽しんでもらえると思うので、それはやっぱ嬉しかったですね。そして今回目覚ましテレビでは気になるアメリカ版座頭市の予告編を独占入手、初公開しちゃいます。In an empire ruled by fearThose who take a stand lose everything. Now, the people's only hope is the ultimate weapon, a blind samurai named Satoichi. His sword has made him a hero.And his courage has made him a legend. From Takeshi Kitano, the acclaimed master of Asian cinema, comes the extraordinary story of a man who challenged a kingdom and the spirit that ignited a nation. Justice has a new name. The blind swordsman, Satoichi.というまるでハリウッド映画のようなイメージの予告編。アメリカ版の座頭市は大手配給会社ミラマックスが配給を手掛けたことでも注目を浴びているんです。それだけにニューヨークの試写会場も大にぎわいでしたが、果たして反応はどうだったんでしょうか。 That was wonderful. Well, the movie was very good. I'm a big fan of the old one, but Mr. Kitano did a great job.そして世界の北野を相手に迫真の演技を見せた浅野忠信さんについては、 I think he's really the best. I think he's wonderful. I thought he was great. I thought he was really good. I thought the, you know, the martial arts, the sword play was really very authentic. And I thought he was really, they were both great. 浅野さんは試写会後のパーティー会場でもご覧の通り注目の的、手応えは十分だったようです。最後にそんな浅野さんが語った日本映画について、きっと日本の人が考えている以上にもう海外の人が日本映画っていうのは絶えず注目していると思うので、そういう意味ではもう日本の映画っていうのをみんなに誇りを持ってもらえれば嬉しいなと思います。まあそれにしても、あの予告編が日本の雰囲気とはまた一味二味違ってるんですよね。あれだけ予告編で歌われますと、もっともっと SFX なんか使って派手な絵作りをしてるんじゃないかと思われるかもしれませんが、非常にアナログですよね、どちらかというとね。そうですね、それがまた良かったりするんじゃないでしょうかね。はい、
なんとなくあのこう語り口もね、こうロード・オブ・ザ・リングとかね、そういう雰囲気に僕らこう見えてくるんですけれども、まあでも見たくなるような予告編にさすが仕上がってるなという感じはいたしますね。まあ北の映画というとどうしてもこうヨーロッパっていう感じがあるんですが、今一方でアメリカでラストサムライ渡辺謙さん、あるいはキルビル、そういった中でこのザトウイチがまたまたこう注目を持って迎えられることはまあ間違いないと思うんですよ。はい、でもね、ラストサムライなどと違ってタップのこういうシーンがね、入ってたりするか、こうショー的にも楽しめるっていう要素も ね、そうですね、ある種あのどこかこうブロードウェイにも通じるような雰囲気が盛り込まれてますからね。ザトウイチは世界およそ20カ国で公開されております。ニューヨーク2巻、ロサンゼルス2巻で公開されて、東と西から全米に広がっていく、そんな感じではないでしょうか。7月公開予定なんです。まあ前編もちろん英語の字幕がつくことになりますが、タイトルはアルファベットでザトウイチということになるんですね。イチって言ってましたね。はい、さあでは今日は流れよくランキングはこちらでございます。締めくくりは映画ランキング、今週はあの作品がランクイン。第5位は生きる屍がうじゃうじゃ出てくる戦慄ホラー、ドーン・オブ・ザ・デッド、先週のサインから2ランクダウンです。第4位は先週と変わらず鬼才ティム・バートン監督の感動ファンタジー、ビッグフィッシュ。監督ならではの映像美はぜひスクリーンでご体験あれ。第3位は先週の2位から1ランクダウンしたホーンテッドマンション。世界一有名なお化け屋敷に迷い込んだエディ・マーフィーの運命やいかに。で第2位は世界の中心で愛を叫ぶ。というわけで今週1位に輝いたのは、そうブラッド・ピットが古代ギリシャの勇者に扮するスペクタクル巨編トロイが初登場でトップをゲット。壮大な戦闘シーンもさることながら、ブラピの見事なボディも必見ですよ。そして今週の注目は沖縄の離島を舞台にした感動作、深呼吸の必要をご紹介しましょう。皆さんよろしくお願いしますね。お願いします。これ今も沖縄に残るサトウキビ収穫のアルバイト、1ヶ月間寝泊まりして7万本を刈り取るキビ刈り隊の仕事に応募したのは、人に言えない事情を抱えた7人の若者たちだった。この作品がスクリーンデビューとなるカリナさんをはじめ、訳ありのキビ刈り隊を若手個性派が演じる青春群像劇、生きることの素晴らしさを静かな語り口で描く注目作なんですが、中でも要チェックなのが派遣 OL ひなみを演じるカリナさん。なんかちょっと楽しかった。彼女は来週公開の映画天国の本や恋人、そして再来週の海猿と3週連続で出演作が公開される、ただいま引っ張りだこの注目株なんです。モデル出身の彼女にとって今年は映画女優へと飛躍する年となりそうです。カリナさん、そしてこの深呼吸の必要が静かにでもなんかサトウキビともどもいい雰囲気になってる映画なんですよね。沖縄いい舞台になりますよね。そうですね。ゲームアスペシャルでした。お茶しに行かなきゃいけないし、仕事ビシッと片付けたいし、買い物しなくちゃいけないし、みんなの子は忙しいんです。アルフェが新しくなりました。リンと元気、大正製薬です。リアップには生える理由がある。ミノキシジルがタンパク質の合成を促進し、毛母細胞を増殖、ダウングロース効果でしっかりした毛を生み出します。日本でただ一つの発毛剤リアップ、大正製薬です。肌に潜むシミはやがて浮上する。未来のシミを抑え込む濃縮感美容液誕生。この効果感が雪肌精です。構成ファッションが放つ 3D コームブラシ、横縦斜めにダイナマイトマスク、構成ファッション 3D マスカラ新発売。